こんにちは、ソカ塾の久保です幼い頃の憧れを叶えたいそして素敵なねかっこいい車に乗ってみたいなとそういう気持ちに男の子だったら誰でもなったことがあるんではないかなと思いますまあでもね女性でもねそういう気持ちあるかもしれないんですよねで私の塾生さんに静岡に住んでる方がいらっしゃるんですよ静岡の富士市に この方はねコンバーチブルのスポーツカーにもうね乗り続けて今も年齢もね60代を半ばを過ぎた辺たりなんですけどももうね真っ赤なスポーツカーは中もね内側もすごく張り替えてみたいなそんなね素敵な車をずっと乗り継いでるらしいんですけどもその方はねあの燃費とかね維持費とかっていう話全然出さないですよねうん、まあ、むしろなんか人生全体のことをいつもお話しされてるかなと思いますまあでもねそういう方は別格として置いといてですね 男の子の子憧れれを叶えるためにあ、ま、たこれが必要なんですよねお金がねお金が必要なんで今回私がナイト2 0 0 0をね吉谷さん R34 も大変でしょうけども私はこれからですよあのナイト2 0 0 0をどういうふうに維持していくのかっていうシミュレーションをもうさんざんパラしてたんでそれを今回ね実際にこうだよってことを見えてない部分も込みでお話しして。 一つの話をまととめよよううかと思うんですよね、えー、多くの方にあんまり関係ない,い、興味がないことかもしれませんけども、あのすいません、あの車を、ね、持つ必要がない方とか、そんなにバカみたいに経費だけかかって、えー、完全に、ね、移動手段として割り切ってないような変な車を買うなよって方は、ここまでで動画の方を、ね、再生をやめられた方がいいと思うんですけども、まずですね、えー、大体1000万ですね。1000万ぐらいの、まあ、車を買います。<laughs> 買うとすると。 どういうことが起きるかっていうと一括で払えればいいんですけども大体一括で払えるような大金持ち1億円ぐらい持ってる人はね一括で払うんでしょうけども私の場合はね一括で払えないこともないんですけども会社の経営のことを考えると経費で落とすってよく言われますよね高級車を経費で落としてベンツを2年ごと4年ごとに乗り換えるみたいな話聞いたことあると思うんですけどもあれと同じスキームできちんと節税をしながら経費として当然経費で使ってますんでね あの車を購入するって形も取ってるんですよ。それによると、大体、減価償却期間を考えても、短期間で返すよりも、5年ぐらいかけた方がいいかなと思ったんですよ。でもね、1000万円を5年の分割って、全然軽くないですからね。ちょっと割り算して、あのオートローンの金利3%かけてみてください。本当に凄まじい金額になります。大体いいね、毎月20万の支払いです。これ、車の、車の分割でですよ。毎月20万ですよ。すごいですよね。よく考えたらね。 私もね、あのー、20万どころか毎月100万以上足りなかったマージャン店の経営を40歳過ぎるまで43歳までやってきましたんでよく分かるんですけどもこの20万自動的に引き落とされてしまうっていうこととかねすごく大変だなと思いますまあ一つねここに私は,耐,性があるのは耐える力があるのはマージャン店の経営は月末にいつも150万とかね120万とかが引き落とされてた問答無用でで従業員の給料は280万ぐらいです どうですかこれこういうのが無慈悲にバン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 引き落とされる中で自分の食い淵なんて見つけられないですよでもその暮らしを私は9年やってきたんですよね9年やってきたことを考えると今例えば車が毎月毎月引き落とされるにしても20万かぐらいの気持ちにはなってるんですよ要するにこのねビハインドを強く知ってるんでそれに比べたらまだ優しいんですよね まあだからといって、これ無駄遣いを推奨したりね、あのお金が払えるのだったらすごいだろうって話じゃないです。あの実際に高級車に乗ってる方とか、ベンツに乗ってる方とか、フェラリに乗ってる方が、どのぐらいの払いをしてるのかってことをね、一緒に想像してみませんかって話なんですよ。で、R34 もすごく大変だと思いますけども、今回はないと2 0 0 0の話させてもらいますね。まずは、毎月20万円ぐらいが車の車体価格として5年間引き落とされるっていうふうに想像してみてください。 ですすけけども保険かけなないいと乗れないですよねで私の場合はちょっと変わった車なんであの任意保険の他にそに車両保険も入ってるわけですよ対人対物無制限そして乗ってる人にも保証する車が盗難とか傷つけられた故障したら全部保証ですこれそうなると結構高いんですよねうんあのまともにやると8万円ぐらいの毎月の保険料です さすがにそれはすごく大変だなと思うんで3万円3万数千円のものに私はとりあえずは抑えてるんですけどもそれにプラ加えて駐車場代がかかりますねこれがたとえ田舎といっても5000円ぐらいかかるわけなんですよで私はナイト2000は自分の家の駐車場を入れてますけどもおかげでですね私の駐車場に入れられなくなった車がベルファイアと軽自動車2台あるんですよその2台分の駐車場をナイト1台を入れるために2台分の駐車場を借りてるんですよ、うん、今回 でそうすると2台で1万円ぐらいかかりますよね。で、1年間の前払いなんで、まあ大体ね、えー、そのぐらいかかってるんですよお。2台で十数万とかね、かかってるんですよ。プラス保険料も払ったでしょ。ガソリン代ですよね。今回、小島まで行って戻ってきたんですけども、軽自動車で行ったらメモリーがこんだけしか減らないところですけども、ナイト2 0はこれだけ減りました。ほとんど減りました。だから帰りに給油してきました。で、1回ずつ、これ出かけるたびに給油しないといけないし、今度宝塚行きますけども、多分無給油では到着しないんですよ。 半分以下になったら給油しないと本当大変なことになっちゃうんでそういうことをしてるってこともありますしあとね温度がすごく上がりやすいんですよナイト2あの昔の車ですから1983年の,あの排気量 5700cc ですか 5700cc の車で V8 ってなるともうねエンジン かけるとその黒い煙が後ろかからて出たりとねそれからエンジンタッ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 と動いてるんですけども V8 のスーパーパワーなんで最近のね電子制御のやつは何もないんですよだから車車体が動きます本当にドッ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 ドってこんな感じですそれがアメリカの車は心地いいなっていう感じなんでしょうけども私はまだねあの住宅地のど真ん中でエンジンをかけるのが結構勇気がいるんですよまあおかげさまで周りの人とはいい関係築いてるんで皆さんねあこれ車どうしたのとかねこれ車なんて方すごく珍しいねっていう形で すごくくく興味を持っっって話しかけててだだささ話かる方ばっかりなんでとりあえず悪くは思われてないかなと思いますけども空ぶかししたりとかねあんまり緑にエンジンかけたりできないなと私も思ってますんでまあと近所の方を順番にねあの一緒にドライビングに連れて、えー、行っていただかせようかなと思うんですよとりあえず申し込みはもう何件かありましたんでちょっと一緒にね乗りましょうみたいな感じであのやっぱりね年代なんですよね私以上の年代の方でこの「ナイトライダー」見てる方結構いらっしゃって近所でも。 すごいねって感じでこれ乗せてよみたいなしゃべるのみたいな感じでね結構盛り上がってきて私のこれからの生き方この町内会での立場も悪くはなんないのかなと思いますけどもでもちょっとしたことでねあの関係が壊れたらあの車ちょっとねかっこつけてんじゃないのうるせえんじゃないのみたいなことになってもいけないんでこれからもうさらにね腰低く皆さんとおかげさまおかげさまでやっていこうかなと思いますし町内会のことでね 皆さんがにに感感じじるよううなななななことととは先真っっ先にやらないいいいけかで思っておりますだから人っていうのは実際にあのいいのか悪いのかっていうよりもいい感じなのか悪い感じなのかっていうふうな感じる部分が主に働くんじゃないかなと思うんですよ。で今回ね、あのー、そのご近所付き合いに対してもそういうふうな気持ちを持ちましたけども改めてね車を所有するってことに対して新しい責任が生まれました。 うん、一つはあのー、思ってたのは車って移動手段なんで安く快適に、まあ、行ければいいなっていうのがあったんですよ実用性ですよねでも今回のナイト2000実用性ゼロなんですよだってわざわざ、あのー、最新の車とか例えばね2年落ち3年落ちのベンツなりレクサス買えば簡単に済む話なんですよでもトランザムみたいなね1983年のしかもフルレプリカ 1983年の時の新車ですからもう何回も何回も人手が変わってもうぐちゃぐちゃになったりパーツが変わったりとかね破損した部分がそのままになったりするわけですよもうボロボロの車ですよその37年落ちの車をわざわざ買ってきて古いまんまでね使ってるというねこの経済性のなさ実用性の中に うん、なんか味があるという風なね言い方もするのかなと思いますけどもでね今回「そのライト2000」トランザムの1980年代式とか90年式にもうすでに、ね、乗られて何年も何年も乗られてる方の、まあ、お話も今回ね結構何件か聞いたんですけどもこの人たちすごいなと思いますよ。中にはですね普通のサラリーマンさん 参勤、うん、交代で働いてるサラリーマンさんで家族を抱えて家族をもうね養いながらなんとかナイト2000に乗っているしかもその方サブカーではないですからね基本的にナイト2000乗って 2, 人2ついつよに分かれるんですけどもサブカー2代目のセカンドカーとして乗られてる方、ね、楽しみで乗られる方もいればでも大半はねそんなねセカンドカーなんてことはできないんですよ。 1>, 1台買ったらそれが家族の移動でも自分の仕事でもコンビニに行く時でもどっかねキャンプに行く時でもそれ1台しかないって状態に乗ってると思うんですよ。まあ、最近はカーシェアとかレンタカーっていうのが手軽になってきたんで普段はそういったものを利用して。 家族で乗るときはそういうものを利用して自分一人で趣味で乗る時は難易度2,000っていう手もあるかもしれませんけどもただね維持費のことを考えたら本当にすごいなと思いますよね。よくこれをねあの知り合った方は5年とか10年とか乗り続けてるなと思いました私はねまだね1ヶ月も経ちませんけども本当にね経費のことではこれはすごいなと。 これを払うってどどんんだだけけすごいい人人なんだと思いましたけど普通の人でもやり,く,りしてすごく乗ってるんですよやりくの中にはやっぱり私と同じようにご近所の方のこととか家族にそんな車やめてよって思われないような人格を身につけてるってころもあるのかなと思います非常にですね頭が下がるばかりでございますねということで具体的なナイト2 0 0 0の経費の話はほとんどしなかったんですけども大変だというね一口に収まるのかなと思いますでもそのぐらい好きなものに全身全霊をかけれますかってことなんですようん で自己アフィリエイトにしてもね、えー、なんかの転売にしてもネットビジネスにしてももうなんかね大好きな人生を送るためにそのぐらい一点集中ないと2000を持ててはいませんけどもねうんなんか自分の月に5万円を稼ぐためにどんぐらいエネルギーを向けてるんだってことを考えると月に5万とか10万のまだ副収入がない方ってのはもうちょっとなんかね考え方を変えるかもしくは諦めるかっていうそういう岐路に立つんじゃないかなと思いますうんちょっとねその辺はいろんな事情があるんで言いにくいんですけどもうん 副収入が欲しくて収入を上げたくって副業の道とかネットビジネスの道に入ったはずなのにその目的がね達成されてないのにやっぱりねちょっとあの表現はきついかもしれないですけども稼げてないのにヘらヘラしちゃダメですよ。稼げてないことに恥ずかしさとか痛みを覚えて早く自分の思った通りの人生を取り戻さないと周りの愛する人がどんどんね いいいいいなくななななくっっててしししまままうう死んでしまうってことととに気づかないといけないのかけの思いました私も今回ナイト2000あのやっぱりねいただけましたけども手に入りましたけどももしかしたらもうねベースカーがなくなってレプリカができないっていう時代になったりとかね中にはカマロっていう別の車をナイト2000仕様に作り変えるって方法もあるらしいんですけども、うん、なんかね本当に全部ね時間切れになっていくんですよ。 時間切れゲームオーバーです。で、そういうことを今まで私たちは何回も繰り返してきたのに、まだね、懲りてないっていうか、まだなんとかなると思っちゃうんですけども、もしかしたらもう人生に、残りの人生にチャンスは一個も残されてないかもしれないんですよ。目の前にあるチャンスが最後かもしれないんですよ。そのぐらいの気持ちで、やっぱりね、ドリアカにしても、そっか塾にしても取り組んでいくのはいかがかなと思いました。で、今回の動画もご覧いただきまして、何かご気づきがあればね、あの吉谷さんにでもメッセージを投げていただければと思います。それでは、引き続きよろしくお願いします。えー、本当にね、本気で生きていけば、 一つでも二つでも自分の理想は叶えられるんじゃないかなと思いますよねはい、頑張っていきましょう失礼します